はい、どうも皆さん、こんにちは、そばらとです。皆さん、助けてください。なんか最近ね、バトルフィールド5やってると、プチフリーズが起きるようになっちゃいました。なんでだろうね。原因がよくわからなくて、SSD の問題かなって思ったら、別に SSD 問題なら、APEX とかも同じところに入れてるんだけど、あ、ほらほら、今これ起きたの。今若干止まったでしょ？今のが、たまーに起きるんですよ。打ち合い中とかも普通に起きる時があるんで、結構エグいっす。なんでこんなことが発生したのかがマジでわかんないんだよね。実際この前のアップデート付近からこれが起きるようになったんですよね。だからバトルフィールド5側の問題なのかなっていうのを思ってます。もしね、パソコン側の問題だったらすごい嫌だなって思います。だって55万円した PC 買ったから、それはえぐいてってなってますね。だから俺どうしようかなって思ってます。っていうことでね、あ、ほらまた起きた。もうやだこれ、打ち合い中に起きるのが一番困る。何が困るかっていうとさ、バトロワモードが近いうち出んじゃん。でそのバトロワモードが出た後に、もしこれがまだプチフリーズが起きるんだとしたら、結構ね、戦いが左右されるんじゃないかなって思います。バトロワやったことない方に説明すると、まあ、1回の命なんですよ、バトロワってのが。基本的に1回の命だから、1回の命の打ち合いでさ、なんか打ち合い中にポッて止まったらさ、打ち負けちゃいます。ほら、またもうふざけんな、本当に。また起きたよ、プチフリーズ。もうこれどうしよう、何が原因なのかな。なんかもしね、対策方法分かる方いたら本当に教えてほしい。もう本当に助けて。結構ね、これでね、打ち合い負けることが増えました。なえる、やっぱり。でさっきも説明したんだけど、 APEX では起きないんですよ。 APEX では APEX 先ほども試しにプレイしてみたんだけど、 APEX ではプチフリーズは全く起きませんでした。なんかね、ツイッターのフォロワーさんに聞いたところ、同じ現象が発生している方は、まあ、何名かいるらしいんですよね。まあ、それはそれでちょっとね、安心しました。まあ、安心していいかどうかはわからないんですけど、同じ境遇の人間が複数人いた時ってすごい安心しませんか？っていうのがあって、まあ、プチフリーズ現象に悩まされている方々がいるっていう現状、どうしようかな、本当に。どうすればいい？これ。で、なんだろう、まあ、コンクエストとか、まあ、これ別にコンクエストでさ、まあ、そんなにね、まあ、十数秒に一回起きるってわけじゃないんですよ。1分、2分の、打ち合い中に1、2回起きるかなってくらいで、まあそれでもちょっと多いとは思うんですけど、まあ今は起きてないからいいんだけど、なんだろう、負荷がかかった時なのかな。今度試しにチームデスマッチとかドミネーションとか、まあ数少ないサーバーでちょっとやってみて、負荷確認してみようと思うんですけども、結構ね、えぐいです。やっぱり打ち合い中に止まったり、イライラ、せっかくさ、でアホでしょ、55万のパソコン買ってさ、まあまあいいスペック買いました、でもプチフリーズが起きます、なんか不愉快になりますって、結構えぐくないですか、やってることが。俺が本当に、まあ、俺もただでさえ今お金なくて、現状もやし生活を送ってます。食費も削ってバトルフィールド5快適にやろうってなって、まあ、55万円の PC 買って、うわーこれラギーはフリーズしてるわってなったら嫌じゃないですか。もうね、助けて、本当に。どうすればいいですか、なんか俺にできることがあったら教えてください。ただあんまりなんかパーツを入れ替えたりとかは俺全然できないんで、そういったのはもしかしたら、まあ、サイコムさんにまた頼むかもしれないです。サイコムさん助けてって。ただ原因が何にあるのかが全く不明なので、手つけられないっていうのが現状です。こういったことってどうすればいいんだろうね。もしね、なんか同じ現象起きてる方いたら教えてください。ちなみに俺のパソコンのスペックが、i9-9900K で RTX2080Ti です。で、グラボがASUS ってところの会社のやつです。なんか、なんだろうね、原因が。まあ、RTX2080Ti 自体がかなり、なんか、何度か問題が起きてるグラボの一つではあるから、それが原因なのかなと思うんですけど、そしたら、なんか APEX とかでプチフリーズが起きない原因に、なんか、なんだろう、関係がなくないですか。 APEX は全く問題ないんですよ。 BF だけなんですよ、このプチフリーズが減少するのは。普通にパソコンやってて、ブラウザやってて、なんか急にプチフリーズとかはないんですよね、全然。もう俺が気づいてないだけかもしれないんですけど、ただ、APEX では起きないんですよ、本当に。APEX では起きなくて、バトルフィールド5をやってる時だけプチフリーズが起きるんですよ。あ、ほら、また起きた。これ、
どうすればいい？ほんと助けて。これもしさ、パソコン側、PC 側の問題だとしたら、この55万の PC は、某サングラス実況者さんと同じように水槽になる。このままじゃ水槽になっちゃう。でも水槽は本当に勘弁してほしい。もう助けて本当に。どうすればいいかな。なんかバトルフィールド5、バトルは出る前からまさかこんなことになるとは思わなかった。もう本当にね、バトルフィールド5サイドの問題であってほしい。PC の水槽化現象だけはやめてほしい。本当に。勘弁してください、神様。本当に神様お願いします、本当に。で、あとめっちゃ話変わるんですけど、日本軍と米軍、バトルフィールド5に参戦するらしいです。まあ、こんな話をしながらポロって出すような話題ではないとは思うんですけども、まあ、なんでその情報を知ってるかっていうと、なんか公式が出した画像、タイドオブウォーの画像があるんですけども、その中に、なんかすげえ濃いモザイクがかかってる。6月以降にこれアップデートされますよっていう情報で、すごい濃ゆいモザイクがされている画像が1枚あるんですよ。それをなんかよくよくなんかツイッターの人が解析したらしく、それがコンセプトアート、太平洋戦争のコンセプトアートで、米海軍の空母とゼロ戦が戦ってるなんか絵があったらしいです。なのでもしかしたら米軍と日本軍が出る可能性があります。万歳。これは嬉しい。これは万歳もんだね。俺はこれはね、嬉しい嬉しいし、もう日本軍プレイできんじゃん。銃剣突撃、うおー、うわわわわわ、天皇陛下万歳、天皇陛下万歳とかできるじゃん。それがすごい楽しみです、マジで。だけどこのプチフリーズ現象がある限り、私のテンションは絶好調ではありません。もうどうしよう本当に。もう俺これだけよ、このプチフリーズだけ治ってくれればバトル、ほらまただよ、ほらまた起きた。このプチフリーズだけ治ってくれれば本当にね、もう BF はずっとやってられます。うん、ずっとやってられると思います。だからこのプチフリーズが起きてる限り、俺はバトルフィールド5への意欲が、まあ、今までのね半減ぐらいされてます。そんぐらい萎えてます。だから早くこのプチフリーズを治ってくれることを祈っております。あと最近ね、まあ、近況報告になるんですけども、まあ、バトルフィールド5バトロは近いじゃないですか。俺この銃練習してるんですよ。このシュトゥルムゲベアっていう銃だっけ、確か15とかいう銃だった気がするんですけど、この銃がある鍵、この銃を使ってるプレイムービーがあったんですよね。だから俺はこの銃を今練習してます。で、あとはね、最近やってるのがアイアンサイト縛り、勝手にやってます。勝手にアイアンサイト縛りやってて、理由としてはバトラーモードでなんかドットサイトとかをついてない場合があるんですよね。最初からついてなくて、どんどんつけていく、カスタマイズしていくっていうのが、まあ、バトラーモード、まあ、基本ですよね。 PUBG とか Apex とかでもそうなんですけども、それがあるので最近はもうアイアンサイトでもうとりあえずヘッドショットを抜きまくるっていう練習をしてます。だからね、本当にね、バトロワへの意欲はすごい高いです。もう練習しまくってるから、練習しまくってもういつでも戦えるぜっていう準備はできてます。あとね、まあいろんな人ともコラボ、あのね、コラボをいろいろとね DM 来ました、やりませんかっていう方、あと俺からお願いして、結構ねバトルフィールド5やってる方とか、やってた方とか、その方たちにも声かけました。多分ね、みんな知ってる人とはほとんどコラボするつもりだと思います。多分今のところはみんな知ってる人だよっていう人、バトルフィールド5この人やってたよっていう人たちとはコラボする予定です。てかもう今ほとんど声かけて、大体の人には声かけたつもりです。あとみんなが、多分見てる人のほとんどが危惧してることだとは思うんですけど、バトルフィールド5、まあこれをきっかけにやめることはないと思います。多分やめないです。例えばこのプチフリーズが10秒に1回起きるとかだったら、多分1回やめると思います。それはさすがにやめる。ただ今のところ見てる感じ、本当に規則的に起きてるわけでもなくて、なんかたまに、本当にたまに、まあ、タイミング悪い時もあるけど、本当にたまに起きてちょっとイラが来るぐらいなんで、まあ、そのぐらいならやめる理由にもならないかなって感じなんですけど、まあ、正直治ってくれれば一番嬉しいかなってところですね。なので、まあ、みんなが危惧していること、一つ目は、まあ、ないです。それはまずやめることはないです。やめません、バトルフィールド5は。バトルフィールド5はね、俺これからだと思ってるんですよ。このゲームはこれからバトルアモードとか、あ、また起きたわ。このゲームはまたバトルアモードからスタートすると思うんですよ。このゲームはまたバトルアモードで、まあ、バトルフィールド5は流行って、
うおー、大会とか開きまくりって感じになって、まあ、バトルフィールド5は、まあ、世界で認められる最強のゲームになると私は思ってます。なので皆さんね、よかったらこれからもね、バトルフィールド5並びに、ね、スバルトチャンネル動画見てください。よろしくお願いします。まあ、BF 以外もね上げてるんで、そっちも見てほしいっていう気持ちはあるんですけども、まあ、みんなが危惧してるバトルフィールド5やめるかやめないか問題では、まあ、やめませんっていう、まあ、結論だけ先に出しておこうかなって思います。なんか、はい、ということで GG、 まあなんとか勝ちましたバトルフィールド5。まあプチフリーズ起きてしまうんですけども、続けていきます。ただやっぱりプチフリーズがない APEX に比べると、今ちょっと APEX の方がやる気が出てきてしまってるっていう現状です。ただまあプチフリが治ったら、またバトルフィールド5どんどんやっていこうと思います。じゃあお疲れ様でした。 GG、 バイバーイ。